どうも皆さんこんにちは、茶番部の抹茶でございます。今回はパラディンズの、チャンピオンの立ち回りをトッププレイヤーのプレイから学ぶシリーズ、18本目の動画となります。今回紹介するのはフランク・ロールのアンドロクサスです。今回もこちらジュアンノンさんの動画を見ながら、一緒に学んでいきましょう。ということで、今回ちょっと動画の時間が短いので、サクサクとやっていきますが、前回と変わらず、内容はなるべく進めないようにやっていきます。はい、まずスキルの紹介からですね。スキルリボルバーというスキル、通常攻撃のこのピストルから出てくる弾のことですね。リボルバーという攻撃があります。これは 0.36 秒ごとに520ダメージを与える、相談数が6発の、スキル、通常攻撃になります。これも威力減衰があって、遠ざかるほど、威力がどんどん落ちていくというものです。はい、で次第2アビリティですね。反逆という名前のスキルです。こちら 0.5 秒ごとに、使えるスキルなんですけれども、どういったものかというと、パンチですね。いわゆるパンチです。左手でパンチします。はい、でこれ520ダメージパンチで与えることができて、自分の前方25ユニットに対して、有効です。で結構なんていうんでしょうね、範囲意外と広いので、その見えてる手より広い感はあるので、複数の敵を巻き込んでの攻撃とかもできたりしますが、そんなにド近距離になってしまうので、使うのは多分フィニッシュで敵を攻撃してとどめを刺すのに使ったりとかするぐらいかと思います。で、3つ目のスキルですね。移動アビリティになります。移動アビリティ、ネザーステップという名前のスキルです。こちらクールダウン10秒で、任意の方向にダッシュすることができます。で、3回使用するか、時間経過で、時間が切れるとクールダウンが発生して、1回の飛ぶ距離は 31.5 ユニットとなります。今飛ぶって言っちゃったんですけど、今の動きちょっとだけこのネザーステップの後に紹介しますね。今スイーって言ってましたよね。このことをちょっと後で紹介します。まずネザーステップなんですが、今使っているように1回使うとこうゲージが出てきて、そのゲージ内であれば合計3回使うことができます。じゃあそのゲージが使うことなく切れてしまったり、3回使うことで、クールダウンが発生する、10秒のクールダウンが発生するよという、アビリティになっています。時間じゃないタイミングを自分で、自分の好きなタイミングでシュッと移動できるので、3回、比較的敵に読まれることなくスイスイと移動できますね。このネザーステップを使って、この後で出てくるんですが、射撃してネザーステップで避けて、射撃してネザーステップで避けて、射撃してっていう、動きをすることができるんですが、これはちょっとエイムに自信があるというか、慣れたりしてこないと難しいかもしれませんね。はい、でさっきのスイって降りてたと思うんですけど、アンドロクサスパッシブのスキルで、ジャンプボタンを長押しすることで、滑空することができます。そうですね。で、その滑空の状態の名前をドリフトというみたいで、今みたいにゆっくり降りることができたり、うまくオブジェクトに引っ掛けることができれば、その場で対空ができたりもしますという、そういうパッシブスキルになります。結構アンドロクサスにとってはかなり重要なスキルかなと思います。なるべく空にいて、敵の視線をそらして戦っていったり、見えないところから上から射撃することができるので、かなり強いパッシブなのかなと思います。で、このドリフトを使っているときは、感性の法則が働くので、今ちょっと前のここって言ったところみたいに、馬の速度そのままで馬から降りてドリフトをすぐに使用すると、その馬の速度を保ったままスイート移動するんですね。なので、それを使って早く前に移動するっていうことができるようになります。さあ、ちょっと脱線しましたが、次のスキルですね。リバーサルというスキルになります。こちらクールダウン16秒、ちょっと長めのスキルです。これを使っている間 1.4 秒間前方の攻撃を吸収します。アンドロクサスが両手を前に掲げている、敵と対峙した時に、アンドロクサスが敵で、対峙した時にたまにじゃないですね、ちょろちょろ見かけるかと思うんですが、王の形にこうアンドロクサスがやってる時は、そのアンドロクサスの目の前の攻撃を全て吸収して、吸収した後に弾を発射するんですけども、その吸収したダメージの 75% のダメージを持つ弾を発射することができます。ジンが同じような
アビリティでカウンターっていうのがあるんですけど、ジンは、この一発しか跳ね返すことができなくて、しかもそれはそのスキルの固定ダメージになるのにとは違って、アンドロプサスは、その 1.4 秒間の間全ての攻撃を受け切って、その総ダメージの 75% の攻撃を相手にぶつける、弾としてぶつけるという、アビリティになります。まあ、なのでこのアビリティの使いどころって多分そうですね、あのタミナのウルトとかで復活するときに爆発したりとか、スカイのウルトボムとか、まあビクタの迫撃砲みたいなウルトがあると思うんですけど、あれをうまく後ろに行きながらこう吸収してってやることで、敵に大ダメージを与えることができます。あとあれですね、ラームのウルトも吸収することができますので、ぜひぜひ使っていただいてっていうところですね。はい、で、最後ウルトですね、呪われし腕という名前のウルトになります。こちら 4秒間負傷します、負傷で浮遊します、浮かびます、その場で浮かんでいて、まあ、ちょっとした動きはできるんですけど、ちょっと動きが遅くなります。ただ滑空とかではなく完全に浮いた状態になって、 0.5 秒ごとに、1000ダメージの弾を最大4発撃つことができます。でその弾には爆風が発生していて、まあ、爆風が爆心地から遠ければ遠いほど威力減衰があって、敵にダメージを与えることができるっていうものですね。まあ、なるべく直撃を目指すのがもちろんベストです。合計4000ダメージなので、まあうまく当てればダメサポはしっかりと投下せますし、フランクも含めて投下せますし、まあ、場合によってはタンクもかなり溶かすことができるかと思います。はい、でこのスキルは、ウルトをもう一回使うことで、ウルトのボタンを押すことで、解除できます。でウルトの消費パーセンテージなんですが、このウノロワレシ腕を発動するタイミングで 40%、 100% から 40% 消費して、まあ、60% になりますよね。でそこから、1発撃つごとに 15% ずつ消費していきます。なので途中で敵にやられてしまったりしたときは、まあ、その段階でのウルトパーセンテージが残るということです。この後この旗をうまく使う、ウルトをうまく使う場面が結構あるんですけども、このウルト発動中はアンドロプサス CC 無効なので、スタンや、まあ、主にスタンですね、スタンが効かないですよっていうことを今言いたかったんです。はい、で、ここからタレントとロードアウトの紹介になります。今回タレント選択したタレントは呪いのリボルバーというタレントです。こちらリボルバーが自動式になって、射撃時に精度が落ちないようになります。呪いのリボルバー以外のタレントを選ぶと、連続で結構早めに 0.36 秒ごとにパンパンパンって打てる代わりに、しばらく時間が経たないとレティクルが真ん中に戻らないというか、うまく真ん中に飛ばないですね、弾が吸ってしまうので、この呪いのリボルバーは発射間隔が 0.5 秒ごとになる代わりに、精度が落ちないようになって、ダメージが520だったものが600に上昇します。で、まあ、単純に火力だけ見れば、そんなに上がっていない上に射撃間隔落ちてるんで、ダメージパースカムっていう1秒ごとに与えるダメージは減ってしまうんですけれども、ちょっと口述するんですが、威力減衰が少ないという効果があるので、それで総合的に中距離とか近距離だけじゃなくて中距離とかでも戦えるようになるよっていうスキルがこちらになります。で今見ている通り、まあ、今ジノスのバフもかかってるっていうのもあるんですが、ヘッドショットで900とか出ますね、ダメージがね、かなり強いです。ダメフランクサポート、3発でヘッドショット前提ですが溶かせます。はい、理論値はかなり高く出て強いですね。さあでここからロードアウトのカード紹介になります。カード5つありますね。アビスの力5つ目、アビスウォーカー4つ目、早打ち2つ目、ワープ通過が2つ目、激しい憎しみが2つ目となっております。一つずつ紹介していきますと、アビスの力がリバーサルを命中させるとメザーステップのクールダウンを、今回5寸での 100% 短縮になります。なのでリバーサル使って弾が出てそれを敵に当てることで、もう一回ネザーステップが使えるようになるよというものになります。今のタイミングですね、ウルトの時間ちょっと伸ばして、射撃を待ってウルト伸ばしたことでイナライン仮に撃たれたとしても CC 無効で、スタンしないっていうものになりますね、今の動きが。はい、で、このネザーステップのクールダウン 100% 短縮のこのリバーサルの効果として、このカードの効果が敵だけじゃなくてオブジェクト、オブジェクトじゃないな、
物にも入るんですね。稲良が設置するオベリスクだったり、馬力のタレットだったり、シールド、いろんな敵が使うと思うんですが、シールドだったり、あとインチャンのイリュージョン、アイオのルナも含めてですね、どれに当てても、この効果が発生するので、うまく敵に当てるだけじゃなくてシールドに当てたりして、クールダウンを稼ぐっていうのはかなり有用な使い方かと思います。今回の動画でも結構そういう場面ありますよね。で、今ちょっとあったんですけど、オーバータイムになってから、このジワンノンさんがシュッシュッシュッと2回入りましたよね。残り占有率が 90% 以上になった状態で、1回でも一瞬でもポイントに入れればオーバータイムというものが発生するようになります。で、オーバータイム中はゲージが減っていって、それがなくなると、占有されてしまう、占有し終えるというんですが、もう一回その時間内に入ることでもう一回その時間をリセットすることができます。で、今回タンクがちょっと来るの死んでいて来れなかったので、フランクのジワノンさんがスススッと今2回入って、オーバータイムを長引かせてましたね。で、タンクの次にこう移動アビリティに優れているフランクが、そういったことはやっていけるとかなりいいです。役割的にもかなりいいですね。さあ、カードの紹介に戻りましょうか。カード2つ目、アビスウォーカー4つ目しているものです。こちらネザーステップを発動することで HP を160回復します。アンドロクサス元の HP が、2100とちょっと少なめではありますので、その確定値をずらすというか少しでも HP を回復するという意味で、このカードを積んでいるかと思います。で、3回飛べるんですが、この3回ともに、回復効果が発生しているので合計480かな、回復することができます。だいたい5分の1ぐらいは回復できるので、かなり、役に立つんじゃないかなと思います。で、3つ目のカードですね、早打ちというものに積んでます。こちらは、リボルバーのこの弾の装填数が2発増えるよというものです。単純にリロード数が減って、しっかりとダメージ与えれるのでいいですね。今のはあれですね、ネザーステップ使って打って、ネザーステップ使って打ってっていう、この小技じゃないですけどものになります。あれを使うことで、敵の弾を避けつつこっちの弾を当てるっていう動きができるようになるので、かなり強気に出れるかと思います。これも今シールドに当てて、短縮しましたよね。もうちょっといろんな場面で使ってると思うんで、そちら見ていただければいいかと思うんですが、で、次4つ目のカードですね、ワープ通過。これも2つ積んでおります。ネザーステップの出し距離を 20% 上昇ということで、ネザーステップなるべく高く飛ぶこともできますし、横移動もありますが、その距離を伸ばして、敵への詰めやすさだったり敵から逃げやすさを、増やしております。はい、で、最後のカードですね、激しい憎しみ三つ身です。これは攻撃命中させることで通常攻撃当てるとリバーサルのクールダウン1秒短縮するよというもので、多分動き的にはネザーステップで寄っていって攻撃して、やばくなりそうだったらリバーサル使ってシールドない敵に当てて、次のネザーステップのクールダウン短縮してというか、ゼロにして、またネザーステップ使ってヤバそうだったら逃げる、大丈夫だったら詰めるっていうことをしたときに、その先で敵と出会って敵に攻撃してたくさん攻撃すれば、次のリバーサルのクールダウンが早くなって、またすぐリバーサル使ってネザーステップ使ってっていう動きができるようになるっていうものですね。どのみちリバーサルのクールダウンが16秒とかなり長めなので、それを短縮するっていう意味でも、積んでおきたいカードじゃないかなと思います。はい、で、アンドクサスの立ち回りとしては多分基本的にはレンザーステップで移動して、戦闘してっていうことを繰り返していくこと動きになるかと思います。で、ネザーステップ使って攻撃してっていうので敵を倒しきれないとか逆に倒されそうだった時はリバーサルを使って、敵に命中させたりオブジェクトに命中させて、ネザーステップのクールダウンを短縮して、で、また移動するっていう動きになるかなと思います。で、リバーサル、このタレント、ゴッドスレイヤーっていうタレントだったかな、
は自動で、800固定で打てるんですが、固定じゃないですね、ミニマム800で打てるようになるんですが、ね、あのリバーサーの弾を打つことができる。お、ここすごいですよね、全部吸収して今あれフリアに当ててるんですよ。やばいですよねやばいですよねコナミ感置いといて、なんだ、敵が攻撃しないとリバースの弾出ないんで、ネザーステップのスキルをクールダウンを短縮できないんですが、まあ、今回敵のイララのオベリスクだったり敵のバリクの砲塔があるので、その攻撃を無理やりわざと受けるように吸収することで弾を出して、まあ、それをまずまた砲塔に当てたりオベリスクに当てたり敵に当てて、ネザーステップのクールダウンを短縮しまた動くっていうことができてますね。できますね。はい。で、まあ、最後の語りにはなりますが、基本的に立ち回りざっくりそんな感じで、タレント呪いのリボルバーの特性について紹介していきたいと思います。まあ、ダメージが520から600に上がるよっていう、まあ、通常の効果だけじゃなくて威力減衰が始まる距離も変化します。そのため中距離でのダメージ量が、まあ、この呪いのリボルバーの時とその他のタレントの時とでは大きく変わって、今動画出してるんですけど、この距離だと、まず装填数、今回の装填数8発で、2300ダメージが出るんですね。まあ、なんで大体ビクターとかもそのダメージあたりが結構倒せる、HP ダメージ量ではあるんですが、呪いのリバルバーを選んでいない時はそんだけ出なくて、確定数が、まあ、リロード挟んでの、10発とかになってしまうので、まあ、かなり違いがあります。また、呪いのリバルバーの最大ダメージが出る、まあ、最も遠い距離っていうんですかね、最大ダメージが出る最も遠い距離はこのぐらいの距離感で、他のタレントを選んだ時の、最大ダメージが出る、最遠距離、最も遠い距離はこのぐらい差がありますということで、まあ、かなり変わりますよねっていうので、この呪いのリボルバーは近距離特化というわけではなく、近距離、中距離、両対応みたいな動きができるようになるかと思います。逆に他の2つのタレントは、まあ近距離でしっかりと仕留めていって、次の動きにつなげていく形になるかと思います。はい。で、今回の呪いのリボルバーはヘッドショットで、まあ、最大ダメージで900とか、出るようになるので、まあ、なるべくヘッショが打てるように、かつ、ネザーステップ使って打ってをできるようになると、もうどんどん楽しくなっていくんじゃないかなと思います。アンドキサス自体がそのダメージ運用みたいな動きというよりかは、やっぱりしっかりとしたフランクの動きができると強いキャラクターなので、まあそれを意識して使っていければいいかなと思います。はい。じゃあ今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。